皆さんこんにちは。はい、失礼します。どうもどうも、フラグロ誕生日会第2部お越しのお客様ありがとうございます。私、日テレサービスのゆずるで、ゆずること伊藤ゆずるです。第2部は船ごろステーション、 M ステならぬ船ごろステーションを行いますので、私、ちょっとタモさん風な感じでやらさせていただいております。一部も同じ衣装だったんであれですけどね、こっちが正しい衣装といいますか感じでございますので、どうぞよろしくお願いします。はい、早速ではありますが、本日はですね、この船橋ららぽーと東京ベイにですね、昨年映画で大ヒットしたあのバンドが来日してくれています。では早速演奏してもらいましょう。ゴロミアンラプソディです。もっともっと、トロハッピーバースデー。
砕くよ。オンドラム、うなぎも食っていろ。そしてオンギター、カッフライアンダース。サンキュー、フライアンダース。そして今日のバンドメンバー、バンドマスター、キーボードのジョン・ユメ。ありがとう。とっても素敵なバンドに囲まれてすごい幸せなッピー。本当にありがとうございました。1曲目はふにゃころのテーマでした。ありがとうございます。待て待て、ありがとうのピナー、緊張した。そしてそして、じゃあ次の曲いきたいなと思います。次の曲は一緒に、この人と盛り上がっていこうと思います。
下で見てて、バンドメンバー的な、あれバンドメンバーはこの3人いれば十分だから、そうここにゆくがいてもってなる感じだから、本当に今日はゴロの誕生日に来てくれて本当にありがとうございます。
陸前高田から高田のゆめちゃん。可愛い。すごい。本当にね、天使のような可愛い演奏、本当にありがとうございます。そして今日一緒にパフォーマンスをしてくれたボーカルの何だっけ。Thank you.
ていうんですかね、心がこもった歌声でしたね。改めて拍手お願いします。右側を見ましょうか。自分と同じ。
く。左側のお客様からお写真撮りましょう。はい、お写真撮り終わった方、手を下げてあげてくださいね。あのカウントしますので、はい、じゃあ行きます。はい、ナピ5、4、3、2、1、はい、 OK です。撮りましたかね。じゃあ続いてセンター、真ん中向いてください。はい、じゃあステージ正面のお客様お写真タイムいきます。はい、ナピ5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。じゃあ最後、ラゴロから右、左側のお客様に行きましょう。ステージ右半分のお客様に行きます。はい、行きます。はい、ナピ5、4、3、2、1、はい、撮れましたかね。ありがとうございます。さあ、恒例となりましたが、最後お客様を背景にお写真を撮らせていただければなと思います。名古屋中心ギャラの皆様、ステージ下に降りていただいて、我々のお写真を撮らせていただきます。はい、パノラマでダーッと撮りますので、極力動かないようにご協力お願いします。はい、じゃあ行きます。はい、ナピ失敗しましたが、大丈夫ですか？大丈夫だったかなと思って、ゴロも、ゴロが心配だったのに、ゴロ、犠牲がね、轟き、今回音全然外れてなかったな、ピナ自分ね、外してダメなのよ、本来ゴロ結構歌うまいなって思ってたけど、自分でなんかね、ありがとう、上手でしたね。上手だったね。以前どこか、札幌かなんかで、ね、どえらい音程を外してなんかね、はい、問題になったと聞いておりますが、札幌各所でやらかしてるみたいですけど、今日は良かったですね。今日は美声を広められて良かったなと思います。これはバンドの方たちのおかげなんだな。良かったですね。はい、ちなみに今日あのご来場のお客様、こちら着席していただいている観覧エリアの方の目になってしまうんですけれども、名古屋からプレゼントがございます。はい、このコロンビアンラプソディのステッカーを差し上げます。されている方の目になってしまうんですけれども、ちょうどあのお出口あちらになります。右側の、スタッフが立っているところでお出口でお渡ししますので、必ずお受け取りになってからお帰りくださいますようにお願いします。くれぐれもトイレとかに捨てないようにお願いします。持ち帰ってくださいね。はい、お願いします。この前ね、この名刺がね、大宮ロフトのトイレにあったと。後で持って帰ろうと思ってただけかもしれない。あ、そうかもしれないけど、忘れちゃったっていう、その可能性は多いな。これは本当にレイヤー今日しかもらえないやつでしょ。そう、これは本当にで、ね、あのカロディーデザインロッド4セールなくから、はい、くれぐれも、ありがとうございます。ベルカリとかで、うん、これもね、日テレサービスさんが作ってくれて、あのゴロが無理を言って宮本ちゃんにお願いして作ってもらいました。本当に宮本ちゃんもありがとうございました。というわけで楽しい時間を
あっという間に過ぎ去るものでございまして、あのステージに皆さん上がってもらってもいいですか。じゃあ、ゆめちゃんもフラボもまたステージ上がりましょう。ちょっとバンドメンバーも一緒に上がってな、スジルムシャやろ最後のね、上がってもらって、ということでゴールデンウィーク最後の締めにふさわしい、ふさわしいかどうかは皆さんから判断していただくことになります。本当にすいません、ありがとうございます。五郎さんどうでした、ゴールデンウィーク。いや、ゴールデンウィークは怒涛の結構ゴールデンウィークで充実ですね。最後に納得いくパフォーマンスができましたか。いや、納得いくかどうかちょっと皆さんの反応を見てって感じだったけど、すごい楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ最後、ブラボローさん、はい、締めていただいてもよろしいですか。それでは